ミスターレインボーマン第1回目のコラボカジサックよろしくお願いします。どうも初めまして、真のレインボーマンです。よろしくお願いします。違います。僕がレインボーマン。あ、俺真のレインボーマン。真のとかまだ生まれてから一発目なんで真とかないんですよ。失礼いたしました。カジサックです。よろしくお願いします。いや、解説おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとですね、今まではうん、常のこれやりたかってんっていうYouTube のチャンネルでやってたんですけども、はい、今回ちょっとリニューアルということで、はい、私ミスターレインボーマン、はい、ということでやらせていただいて、はい、今回ちょっとなんとか、カジサックのお力をお借りしたいなと。いや、何おっしゃいますよ。ということでちょっと今回お願いさせていただきました。僕でよければね、はい、まあ、ミスターレインボーマンは常という顔もあるんですけども、はい、その常には本当にチームカジサックはお世話になってるんでね、はい、やれることは何でもやりたいと思ってるんで。いや、ありがとうございます。そもそも多分視聴者さんが思ってるのは、はい、一体レインボーマンって何すんのだと思うんだけど。あ、確かにそうかもしれないです、うん、ミスターレインボーマンは、うん、これから海外に向けて、うん、まあ、目標が海外でショーをする、はい、これが僕の目標なんですけども。ショーっていうのはそのおしっこ的なことですか？いや、違う。ショー弁じゃないですよ。ちょっと一発目でちょっとそんな一発目から。いや、海外でショーするっていうこと。いや、大じゃなくてよかったな。ショーパフォーマンスですよ。あ、ショーパフォーマンスやん。そうですよ。そこまで言ってくれんと。じゃあもう海外でショーするよ。わざわざ、ね、海外行っておしっこされるから。おやしいから、それは本当に、ね、ショーパフォーマンスをしたくて、そこに向けて、うん、僕がどこまで、例えばダンス習ったりとか、うんうんうん、英語学んだりとか、そういうちょっと、うん、ストーリーを皆さんにいい見ていただきたいなと。めちゃくちゃいいと思います。ありがとうございます、はい、で、これからやっていくにあたって、うんうん、ちょっとカジサックの方にはちょっとアドバイスをいただきたくて。はいはい、何でしょう、はい、これからやっぱり僕、うん、まあ、こういう格好でこれからやっていくんですけども、うん、まずはこの YouTube をしていくにあたって、うんうん、僕は何でしょう、どういったことをしていけばいいでしょうか。あ、ちょっとざっくりです、ね、すいません。ざっくり、まあ、はい、でもやることは先ほど言ったようなことをやっていくわけでしょう、はい、でまずはこれちょっと真面目なんだけど、はい、どの層をターゲットにするかだったりすると思うんですよね、はい、どういう人たちに応援してもらいたいかっていう、はい、その今言った世界だったら本当に世界にまずアピールしたいっていうんだったら、はい、おそらく字幕は絶対つけた方がいいだろう。なるほど、はい、はい、英語字幕はつけた方がいいだろうし、そもそもじゃあそうじゃなくてまずは日本の方々に応援してもらいたいっていうんだったら、うん、特に別に字幕はいらないだろう、はい、なぁとかは思いますし、ね、はい、あと多分もうなんとなくの勘ですけど、レインボーマン、はい、ミスターレインボーマンの動画、はい、なるべく短い方がいいんじゃないかな。僕もそう思います、そう言われて。うん、なんかそんな感じがする。なんか、うん、ダメなとこいっぱい出てきそうです、長く回すと。いや、ダメなことというか、はい、なんかテンポよく見たい感じがする。なるほどですね、うん、レインボーマンが真剣に話すとかあんま見たくないと思うから、はい、なんかすごいテンポのいい感じで、うん、うわ、それ TikTok とかもやってるでしょ。はい、今そう TikTok とかも多分上げていくわけでしょ。はい、そうです。そういうのも多分もう TikTok だけ上げたりとか、まあ、短くていいと思うんですけど、はい、そんなんバンバン上げてってほしいなって思いますね。わ、めちゃくちゃ参考になります、うん、いや、確かになんかそんなすごく降りてきました今。降りてきた、はい、何が降りてきた。ごめんなさい、何にも考えてない。あ、ごめんなさい、すいません、降りてないです、降りてないです、ごめんなさい、なんかごめんなさい。ほんまちょっとこれ、はい、レモマン、はい、明日謝罪動画出さないマジで何にも降りてない。降りてきてない時に、はい、降りてきてなかったら降りてきたって言ったらあかんよ。なんかちょっとカッコつけたかったんですかね、ごめんなさい。何にも降りてないです。いや、でもマジで僕は本当に短めの動画がいいんじゃないかなと思うな、ええ、字幕もありだと思いますけどね。いや、ありがとうございます、うん、例えばやっぱ分かりやすいところで、はい、ジュンヤさんっていらっしゃるじゃないですか、はいはい、TikTok で大バズりして、いや、そうですよね、そして YouTube の世界でも大バズりされて、はい、やっぱりあの方がやっぱりいい例ですよね。なるほどですね、うん、あの方の動画って多分、うん、世界の人が見てると思うから。いや、すごかったです、この間も再生回数とか、ね、何億っていう。そう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 、やっぱあれはもう世界の人が見てるから。そうですよね、そのようなチャンネルに俺はなってほしいなって。いや、ありがとうございます。思いますね。で、まあ、僕のこのキャラクターレインボーマンっていうキャラクターでいくんですけども、はいはい、やっぱり自分のことって、うん、まあ、自分が思うキャラクターとちょっと違ったりすると思うんです、うん、例えばですね、うん、カジサックから見る僕、うんうん、で、まあ、レインボーマン、ツって言う、ごめんなさい、完全にツって言ってたから、ね、カジサックから見る、ちょっとごめんなさい、ここは常でいきますけど、okay。常は、うん、どういうやつなのか、うんうん、そのカジサックから見たらその常のいいとこだったりとか、うん、こういうとこ伸ばしていったらいいんじゃないっていうような部分をちょっと聞かせていただきたいなっていう。常でいいのね、はい、レインボーマンじゃなくてね、はい、確かに僕レインボーマンのことよくわからないから。そうですよね、はい、うん、常で言うと、はい、まあいいとこなんかたくさんあるんですよ、はい、
そんな中で一番すごいなって思うのはやっぱり努力よね、はい、もうこんなん言うたらちょっとレインボーマンのキャラクター的にあれかもしれないけど、はい、すごいんですよ。とにかく僕も約4ヶ月間ほぼ毎日のように一緒にいる中で、はい、彼の努力の仕方っていうのは本当に素晴らしい、いやありがとうございますと思うから、これがねやっぱりよくこの話するんですけど、はい、あのできそうでできないことなんですけど、うん、やっぱり更新頻度を守ること、なるほどですね、はい、これがすごい大事で、はい、やっぱり再生回数が自分が思ってたよりもついてこないなって思うこともあると思う、うん、はい、でやめていく人がほとんどなんですよ、でもそこは常の努力、はい、あなた努力の天才だから、はい、ありがとうございます。もうどんな状態になってもめげずに、はい、もうひょっとしたらめげる前にボーンっていくかもしれないしね、はい、でもそのパターンも考えた方がいいと思う、あんまりうまく自分の思ってたよりもうまいこと言ってないと思っても、はい、上げ続けること、はい、もうこれ絶対大事だから、わかりました、あのどこで引っかかるかわからへんから、はい、どこでジャスティン・ビーバーがツイートしてくれるかも、そうですよ、わかれへんから、ミスター・レインボーマンって書くかもしれんやん、来たいや来てはないですよまだ来てはないんだけども、はいはい、俺が言いたいのは何があるかわからない、はい、あの上げ続けていれば、はい、ただ上げるのをやめてしまうと何も起こらないのよ、確かに、そこはだからやってってほしいなって思いますよね、めげずに、めげずに、うん、はい、っていうのが一番かな、まあ、もうこれはちょっとしっかりとやり続けていきたいと思います、うんうん、俺はそれ本当に思うね、だってもう自分でも編集できるわけやし、はい、やるかやらないかだから、確かにやり方がわからないがもうないやんか、はい、みんなそんな人も多いんですよ、やり方わからない、うん、どうしていいかわからないっていう人がほとんどの中で、あなたは今もう編集もできて、はい、動画をアップ自分で全てできるから、はい、これはもうやるかやらないかだから、しやるしかないっしょ、あれなんか降りてきたんちゃう、降りてきた、あれ降りてきましたよ、何が降りてきた、ベベーペペ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 いや、これがミスターレインボーマンなんですよ、背降りてきてよかったです、面白いですよ、はい、ありがとうございますっていう感じですか、はい、そうです、で、はい、ですね、あの、うん、今回ちょっとあの最後にお願いしたいのがですね、あのチームカジサックでの皆さんで、うん、TikTok を一本撮らせていただきたいなと、あ、う、ー、ん、はい、なるほどね、断ります、ちょ待ってメインがここなんですよ、みんなで撮りたいんですよTikTok を、 TikTok の内容によるな、TikTok、 いやもうすごい楽しい動画です、ほんと、じゃあ内容どんなやつなん、あの、うん、あの今あの何でしょう、海外の動画でバズってる動画があってですね、うん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 、フィットネスの動画なんです、うんうん、で女の人がちょっとフィットネスの先生があのアドバイスして、うん、言ったらちょっとぽっちゃりした方が、うんうん、あの腹筋運動をするっていう、うんうん、それを音楽に合わせてやるっていう動画が今すごくバズってまして、なるほど、はい、それをチーム全員でやったらちょっと面白い動画になるんじゃないかなと思ってます、ちょっと厳しいかもな、そんな嘘でしょ、全員ヘルニアやねん、いやそんなことないでしょどんなチームなんすかそれ、そうやねん、どんなチーム、全員よう言われんねん、どんなチームやねんって、違うでしょ違う違う、そんなもう今続けていけないでしょ、カジサック、そんな全員ヘルニア、全そんなことないです、全然いいです、やりましょうよ、すいません、お願いします、ぜひ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 、みんなもいいよね、もちろん、ありがとうございます、ぜひよろしくお願いします、はい、手応えなかったけど、確認されました、めちゃくちゃ滑ってない、滑ってないですよ、ね、あ、こんな感じなんねや、はい、うん、ちょっとまあまあ、ちょっとなるほどねちょっといいですか、はい、ちょっとね、うん、はい、この人が気になるっすね、何してんのそれ、なんでこんな格好な、ミスターグリーンマン邪魔なのよ、ミスターグリーンマン、グリーンマンが気になるわ目がそっち行っちゃうよこれは皆さん TikTok 広告期待ですよ、ぜひ見てください、はい、バズるかなこれ、いやバズりますよこれ完全にあ、うん、いいですよ、でもなんか楽しそうやね、はい、楽しそう、ありがとうございました、ありがとうございました、皆さん本当にありがとうございました、チームカジサックの皆さんでした、ありがとうございました。